フォルツスタイル。いやいい天気だな。いや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 、あ、どうも。どうも、フォルツスタイルのキアニでございます。いやここどこですか。ここはね、もうね、座銀だね。銀座6丁目って書いて。そう、銀座6丁目。最近ね、なんか国産のヴィンテージ時計がすごい興味があって、実はね、これ旧国鉄の、わかる、これ70年代の時計なんだけど、これなんとね、シチズン製なのよ、これ。で、そっからなんか日本のヴィンテージの時計がずっと気になって、うわ、旧国鉄すごいなとか、シチズンとかずっと調べてたら、なんか今の新しい、シーズンのね、ブラックチタンで、はい、アテス散歩だっけな、なんかね、あったんですよ。アテス散歩、そうそう。で、たぶんそのシーズンのお店が多分銀座の、はい、こっちの方だと思うんで、ちょっとなんかね、アテス散歩グループがね、来てるんですよね。で、アテッサっていうのは予感とか期待とか、そういう意味合いがある。これね、イタリア語なんですけど、やっぱりこのいい予感がする散歩、つまりアテス散歩っていう感じがね。どこなんだろうな、これ。すげえ近いな、でも。聞いてみる？あ、なんか時計、聞いてみる？大丈夫かな、聞いてみる、なんか。聞いてみる？あ、なんか、すいません。あれ？光当ててる人がいる。シチズン、アテッサさん、シズンさんですか？アテッサさんじゃないですよね。あ、やっぱそうなんですね。ちょうどこれがそのブラックチタンの、アテッサ、これを探してるんですけど、この近くにシズンのお店があるって聞いたんで。そこですよ。え、どこ？あ、これ。あ、これなんですね。これです。めちゃ近いですね。じゃあちょっともう我慢できないんで、ちょっと見てきます。すげえな、こんな近かったんだよ、これ。いらっしゃいませ。これシチズンやばいね、これね。すげえ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。はじめまして、フォルツァスタイル のキアニと申します。岡部と申します、よろしくお願いします。もうなんか、シチズンのアテッサっていう時計がすごく気になっちゃって、はい、あ、さようでございますか。それちょっといろいろ教えていただきたいなと思いました。はい、この辺からまず、はい、この辺りが、こんなにあるんですか。アテッサのシリーズですね。でその中でもこうブラックのものがブラックチタンをしたものなんですけども、はい、なるほど、はい、DLC といってですね、はい、ダイヤモンドライクカーボンの略なんですけどね、はい、非常に傷に強い加工の黒なので、はい、ただ色がついているというだけではないんです。なるほど。なんか自分でこう試着っていうかできるものを覚えてますか。はい、すみません、ちょっと興奮しちゃってるなんかもう。アテッサのシリーズは全てチタン製品。全部はい、全てサファイアガラスも搭載してますので、ガラスも硬いですし、防水も10気圧、はい、泳いでも大丈夫なぐらい。大丈夫なんですね。はい、これ電池とかそういうシステムはどういうふうになってるの？エコドライブといってですね、はい、光で充電するタイプの電池が入ってますので、あ、交換はいらないです。全部じゃあ自然のこう光で。さようでございます。一応この3つがですね、はい、アクトラインといって、ね、アクトライン、はい、昨年の秋口ぐらいに発売された新しいアテッサなんですけどね。最初に気になったのこれだったかな。これ、おいくらですか。これ18万円と消費税、ね、これ20万切ってんですね。そうです。これ、うん、チタン製品の GPS でここまでお値段、なんかイメージ的にはもっとすごい高いイメージあったんですけど、これかなりリーズナブルですよ。でこっちの方も、はい、あ、これも20万前半ですね。さようでございますね。23万円。これちょっともう、はい、瞬間試着したいんですけど。はい、どうぞどうぞ。はい、うわ、もうね、このなんか新しい時計を試着する瞬間ってたまんないですね、なんかね。このスモールセコンドじゃない、なんていうの、スモールダイヤルっていうんですか。あ、このこれは何の意味がある？これはですね、ただいま曜日を指しておりますね。あ、ここは曜日。はい、これ日にちがあってこう曜日があって。さようでございます。え、ただいま曜日ってことは変わったりするんですか？上のボタンをちょっとだけご教示していただくとですね、パワーリザーブといってですね、はい、ここ押してもらえますか。はい、お、充電残量がどれだけ残っているかが、もうちょっと我慢できます、つけていいですか。そうそうていうか今持ってるの忘れてたんですけど、はい、
これやばくないですかこの軽さ。そうですね、これがチタンのすごいところ。いや、やばいよこれ、持ってないみたいな。この大きさにしてはやっぱり非常に軽いのが実感できると思いますけどね。実用性は非常に高いですね。普通のステンレスと全然違いますね。そうですね、大体半分ぐらい、 56% ぐらいの重さしかないです。あ、そうなんだ、はい、じゃあこれ2個したら普通の時計みたいな。おっしゃる通りですね。いや本当にか、なんかいいなこれ。でこれがさっきのこうすると、はい、おで今一番上の太いとこ指してますけど、はい、充電残量満タンありますよっていうのが分かるようになってますね。これあの長針と短針がここに来てるのは何か意味？これはですね、あの ライトレベルインディケーターといって、はい、今光がどのくらい当たっているのかを6段階で、だいたい3、4ぐらい光が当たるところを置いていれば、まあ、充電がそんなに減っていくことはないですね、はい、なるほど。この下のここはどういう意味があるんですか？これはですね、あの電波を受信できているかどうかをちょっと押すと調べることが。電波を受信っていうのはどういう、はい、電波時計？あの一応 GPS 衛星電波時計といってですね、はい、あの人工衛星から日付時間の情報、さらに GPS を使った位置情報、はい、いや国をこうあのまたいでお使いいただいたときにその情報も受信できるようになる、ね、じゃあ人工衛星がこう来てて、そういうことなんだ。へえ。ちょっと押していただくと、今これ NO って指してますけど、うん、これはですね、あの屋根があると人工衛星から受信できませんので、あ、外に出ると、外に行くともう最短3秒で受信はできますよ。なんかこの黒いダイヤルにこのオレンジのポイントこうやって動いたりとか、はい、なんか変わんないですねこれ。そうですね、この差し色オレンジもですね、チタンを高熱までこう加工するとき、だいたいこういう色になるときがあるので。あ、このオレンジに。そうです、あのそれをちょっとマグマみたいな、なんかこのなんか光る角度っていうか、わかるかなこの、ああちょっとね、そうカットが、まあ、ブラックっていうか、なんか少しガンメタっぽい感じなんで、そうですね、なんか強くもなく少し柔らかくて、はい、こういうなんかスーツに着てもいいし、全然カジュアルでもね。そうです、このアクトラインっていうのが、まあ、ちょっと前までは、はい、あの上下セットアップのドレスシャツがマストというスーツの時代だったのが、まさに今こう、そうですね、本日そうですけれども、最近こう短ジャケにパンツですとか、なるほど、バッグもリュックになったりとか、かなりカジュアルですとか、全然カジュアルも、はい、ビジネスシーンになってきてますので、それに合わせたラインっていう感じですね。なんかスポーティーなんだけどエレガントな感じもするし、はい、なのでオンオフ両方使いやすいと思います。これもまた違う、これもいいですか、はい、これもなんかこうダイヤルがいっぱいあって、そうですね、これはど違いは、はい、基本的には GPS 衛星電波時計というのは一緒です、はいはい、ただこちらよりちょっとだけ機能が増えまして、はい、まあ、ストップウォッチクロノグラフという機能がついたりですとか、うんうん、あと最大の特徴はですね、ここですね、2カ国同時表示ができるデュアルタイムの機能がついています。パッと見ってか、なんだろう、いろんなこうメーターがついてるみたいな感じも、ちょっと男がくすぐるような感じになってますよね。なんかレーシングカーのコックピットとか飛行機のコックピットみたいな感じで、あと随分印象が変わりますよね、はい、これもよくね、あ、かっこいいですね、これね。いや、やっぱこの ブラックチタンいいな、このなん、このなんかこことか痺れます。これわかるかな。カッティングなんていうんですか。これは ここで一回筋入って、そうですね。この研磨技術もシズンが得意とする分野の一つです。そうなんですね。チタン製品ってもともとチタンってすごく柔らかい金属なんです。難しいんですか。そうなんですよ、加工が非常に難しい金属なんですけど、いち早く時計業界ではシズンがあのチタンに注目してまして、 そこから歴史も長いですからね、今は得意分野の一つです。へー、これちょっと迷うな。なんかブラックチタンの中にオレンジバインピンって効いてる感じだと、まあ両方こっちもオレンジありますけど、はい、シンプルながらでもこちらの方がちょっといいっすよね。印象は今までにないテイストな感じ、なんかクラシックなダイヤルなんだけど、ちょっとシャープな感じもあって、はい、クロアテッサかな。クロアテッサって勝手に呼んでも大丈夫ですか。クロアテッサって、はい、シズンって基本的なことなんですけど、はい、シズンっていう社名は意味は市民という、シンプルに市民という、そうですね、なんか市民グループ出てきました。何言ってるかよくわかんないですけど、と
ところで1930年ですかね、はい、時計、懐中時計1号機作った時に、あ、最初は腕時計の文化なかったですもんね。さようでございます。懐中時計、はい、時の東京市長、今では東京都知事と言いますけれども、はいはい、後藤新平さんっていう方にですね、はいはい、この時計に名前をつけてくださいと依頼したんですね。それで市民の時計みたいな、東京市民に長く愛される時計を作ってもらうようにということで、シチズンって名付けてもらったのがその時計の名前なんですよ。やば。でその時計の名前はそのまま、そうなんですね、社名に。いや僕も、まあ、アニ散歩ってやって、でこれアテッサじゃないですか、はい、まさにアテッサ散歩みたいな、ね、アテッサ、それが言いたかっただけなんですけど。ありがとうございます。もうこれちょっとやっぱね、これに決めました。ありがとうございます。なんかこれがグッときたんで、はい、ちょっとまあカジュアルにもつけてみたいし、ちょっとこれちょっと大坪ちゃんあれしとくんで、ちょっとね市民グループがガーッときてるんで、これどうしてもちょっとそのままちょっといってるかんで、いやもうこれ我慢できないですよ。いや黒アテッサやばいな、これやっぱブラックチタンだな。マジマジいい。なんか外の光上げるとまたいいな、これ。来たね、クールアテッサ来たね、シーズンの。ここはね、新小安、新小安に。なんでクールアテッサシーズンで来たかというと、なんかこう懐かしい顔してますけど、そう、もうこの感じですよ、この感じです。私が大好きな横浜の、三大市民酒場の一つ、市民といえばシーズンということで、ちょっと一緒にクロアテッサと、もうすごい歴史ありますからね、もう早く一緒に飲みたいんで。いや最高ですよこれ。こんにちは、ご無沙汰してます。いつもお世話になっている、諸星酒場の諸星さんです。ここでちょっとクリッといきたいと思います、はい、じゃあ赤星 と、はい、煮込みをお願いします。いや懐かしいよね。ほらもうシンクロしてるから、シンクロしてるから。市民酒場の組合の時計がシズン。本当だ。やばいでしょ。やばいでしょ。そうそうそう。ありがとうございます。いや最高じゃないですか。市民酒場で飲むルービーがね。踏切の音がまたね気持ちいいんですよ、ね、じゃあクロアテッサに七時に乾杯。乾杯。甘っ。あーやばい、この濃厚な煮込みがまたこの最高です。これブラックチタンと煮込みっていうのも結構悪くない。はい。じゃあちょっと煮込み行ってもいいですか、ね、まずはそのままトロットロのこのトロットロの感じをいただきます。やばいやばいね、うまいうまいな。なんか至福の時ですね。でもなんかあれ迷ったのあったじゃないですか。もう一つアクトラインじゃなくてこうインダイラがあって、あれもねちょっと気になるんだよな。もうちょっとあっちも行っとけばよかったかな。ちょっとね、ちょっと休んでて、ここでちょっと野村さん、ちょっとまたすぐ戻ってくるんで、ちょっとどうしても気になる時計があるんで、多分あっちも良かったんだよな。あっちもまだあるかな。まだあるな、多分な、まだ。